ベルフニエリホボルイは、1960年までモスクワに存在した村。リホボルカ川を挟んで、ニジニエリホボルイの対岸に位置し、ドミトロフ諸星が通っていた。この村が、資料に現れるのは18世紀のことで、当時はバニノやソバーキノなどと呼ばれていた荒れ地に過ぎなかった。しかし、おそらく1719年から1743年の、 間にドミトルフ諸世に郵便局が設置され、デグニのから農民が移り住むようになった。1766年には村はリホボルやソバーキノなどと呼ばれるようになり、18世紀末にはさらにリホボルカ側によって分割され、ニジニエリホボルイと共にベルフニエリホボルイが誕生した。当時の村人の男性人口の多くは、染色や宿の経営を営んでおり、 また農民は小作農であった。村は18世紀後半から経済コレンギアの19世紀半ばから国家財産管理区の管轄となった。19世紀後半に村の近郊にレンガ工場が建設され、1876年には4年生学校が20世紀初頭には染色、漂白工場やポリストグレプ制動が建てられた。1917年から ベルフニエリホボルイは、デグニノとベスクドニコボも、領域とする村ソビエトの中心地となった。染色、漂白工場は1928年に消失したが、その後新たに建設された、レンガ工場群、リホボルスキー・キルピチニコフ、によって、村は急速な発展を遂げた。その他にも、勝利農場やボタン工場群、真珠母、家具工場やスポーツ用品、 ラジオ製造企業も村に建てられた。1950年には村の二つの通りにベルフニエリ・ホボルイの名が冠され、うち第一ベルフニエリ・ホボルイ通りは現存する。1929年から1960年までの村の中心はベルフニエリ・ホボルイ村ソビエトであった。ありがとうございます。